ていくよ。どうもストーンズでーす。よかったね。シュッポシュッポシュッポ。はい、ということで今回は資生堂さん全面協力です。なんかね、忙しいのに来ていただいてありがとうございます。違います、それは人じゃない。これが、まあ、資生堂さんの商品。こちらレシピスト。はい、ということでですね、その今回ちょっとこの企画で使う商品の方を、はい、紹介しちゃいます、はい、まずはこちらの化粧水4種類ですね。これがですね、このボトルが3種類あるんですけども、うん、この4種類の化粧水とこう合わせて、どの化粧水とどのボトルにしようとか、自分好み、そうカスタマイズ、自分で選びつつこう自分で使えるという。なるほど、いろんな種類あるもんね。そうです、そうです。でも今時代ほんと男もこういうのやっていかないとダメ。悩みによってもいいんだよ。結構女性よりも男性やってるからね。パッケージおしゃれだね。うちも一緒。これをまあ好きにこうカスタマイズして楽しめるというのを、今回あと日焼け止めですね。大事よこれから。だってもうあれよ、クリームタイプとジェルタイプが、俺結構ジェルタイプ好きなのよ。俺結構クリームってこうクツッと上に乗る感じがあるから、顔は大体クリームで、ジェルとかをこう体に、ジェル塗ったことないわ。使い分けてね。そう、しかもこれあれじゃん、あの SPF50 プラスの PA プラス。めっちゃすごいやつじゃんこれ。俺じゃいいやつよ。化粧水感覚でスーッとなって、なるほど。めっちゃ気になってることがずっとあって、それを超えてる。ニキビの元になりにくい。あー、おー、これ大事ね。ちょっとね、思ってたんだよ昔から。こちらのボディーローション。あー、いいね。ジェシー、俺はもう毎日よ。俺もボディーローション。俺もね、種類がありまして、香りとかかな。あー、いいね。この3つ、ボディーローションをこのボトルに入れたりとか。あー、それだけ。自分の中でこのちょっと薄いピンクのやつと白とかをこう、うまいこと化粧水とボディーローションに使い分けたりとか。いい、おしゃれだね。そうそう、全部さ、パッケージが可愛い。可愛い、可愛い。あとはこのリップクリームですね。あー、みんな使うね、これ。あー、これ女の子嬉しいやつじゃん。ちょっと色つくリップクリーム。あー、これね、ピュアレッド。これは結構つくね。じゃあ色がないバージョンもある。あー、だからこれがいいな。いや、コーチお前これじゃない。いや、なんでピュアレッドということで、ね、今回は何ペアになってイチャイチャスキンケア大会。あー、いいんですか。すごいやりたかった。いいんですか。これはね、本当この企画、本当ストーンズ裏でもやってるぐらい好きな企画、ね、そうなんで、今から6、この6人で2-2-2、2人ずつの3組を作ります。はい、はい、ちょっとイチャイチャしながらこの PR 動画を撮影していくんですけども、はい、良さを伝えるだけじゃなくて、やっぱ面白さみたいな。ああ、それやっぱ僕たちがやる意味を、PR 動画のそのシチュエーションとキャラクターの設定を皆さんに紙に書いていただきます。はい、で、その無茶ぶりを書いて、それをまあくじでペアで引いて、うん、で、その無茶ぶりに沿った動画を撮っていただきます。で、勝負は2回行うと。おお、勝ち残りですから。なるほど、1組はいなくなっちゃう。で、決勝はその2組で戦っていただくと、優勝ペアには豪華レシピストセット。おお、マジで、これもらえんの。これプレゼントしていただける。いや、マジ、しかもこの時期欲しいよ。もうということで、とりあえずやりましょう。はい、まずペア分け。はい、ちょっと分かりましょう。ジュリー・キョモペアとジェス・コチペアとモリ・ホクペアでございます。イエイ。ちょっと熱いな、めちゃくちゃな。駐車場の D のさって。本当にそれでいいの。はい、ということで皆さん、無茶ぶりの方、まず今日も俺ペアから引く場所。じゃあ場所で設定、場所頼むよ。あんまややこしいやつやんないで。この運大事よ。火山。火山。色、あのね、髪を目いっぱい使う。火山ね。まあでも火山は確かに乾燥するかもしれない。いや、そう。でも商品の良さはこれで伝えやすいよね。うん、これ。はい、俺だ。お、ヒーローと敵。火山のヒーローと敵。いいじゃん、いいじゃん、かっこいいけど。でもイチャイチャしないといけない。でもイチャイチャしないといけないんだよ。うるさいって。ボディーローション。あー、ちょっと難しいな。ボディーローションか。だから僕たちは火山でヒーローと敵がボディーローションを使ってイチャイチャしながら面白いじゃん。ボディーローションってヒーローの必殺技っぽい。じゃあ次。じゃあジェス引いて。はい。あ、これ面白い。高速道路の ETC。両手じゃん。これどうやって使うんだよ。いや、わかんない。ETC か。
般かは分かる。 ET じゃ書いてるキャラ設定を自身も引いちゃってるから、もう運転手のミスターズゾーンその何て言うの先祖ちょうどミスターズゾーンが来た来たよ、ハマったね。全部お前でしょ。で、あとうわ勝利だ。はい無理だ、もう無理だ、リップクリームもう無理だ、もう無理だ。いや、でもいや、リップクリームの方が良かったんじゃない。はい、ということでジェシーとコーチペアはミスターズドンとその先祖が高速道路でリップクリームを使ってイチャイチャしながら面白い動画を撮る。でもさ、あれじゃん、化粧水とかだとさ、やっぱ運転中とかでは無理になってくるよな。リップクリームだから良かったの。はい、じゃあ次、北斗と慎太郎ペア、いけ。ジャングルの奥にあると言われる水族館。ああ難しい。ジャングルの奥、それでも無情、ここだもん。もしかして多分営業してねえよ女サーファーと引きこもり男。うわむずっ。どう出会うのかだよ、ね、女サーファーめちゃくちゃこうアウトドアなの。そう、化粧水。ああすごい、ね、すごいよ。ちょっと映画できそうだな。はい、ということで、まあ、それぞれ設定も決まったので、はい、各ペアに分かれて早速動画を撮っていきましょう。やだあ、すげえ、なんかこれいいわ。匂い違うのかな。全然違うんじゃない。すっきりした匂い。あ、好き。あ、やめてください。気色悪い。トロトロしてんのね。もう、俺ちょっと粘り気のあるぐらい、もうジェルぐらい。あ、これいいわ。あ、こっちもさっぱりした感じするわ。あ、好き。見た見た、さっき。ボディローション滑らかすぎて攻撃当たんない。まあ確かに、うわめっちゃいいね。その言ってた意味がわかる。さっぱりしてる。そう、てかこれね、ボディローションっていうかミルクぐらいトロトロしてるの。夏でもうわめっちゃいい匂い。全然なんか嫌な感じしないと思う。超いい匂い。おい。絶対面白いやが。はい、ということで皆さん動画の撮影1回戦の方終わったということで、審査員の長野さんお願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様です。お前がねえ。お前がジェシーさんだよ。はい、ということで、まあ早速動画の方見ていきましょうか。はい、じゃあまずは慎太郎北斗ペアから。はい、はい、設定を最後確認すると、ジャングルの奥地にあると言われてる水族館で女サーファーと引きこもり男が化粧水を使ってっていう動画ですね。はい、じゃあ長野さん審査の方お願いします。はい、じゃあ再生します。嬉しいです。10年ぶりの外、ジャングルの奥の水族館、顔乾燥すんな。そんなあなたに潤いを与えよう。えサーファー、うわこっちはしっとり、こっちはさっぱり、しかもいい香り、好きです。僕も好きです。男じゃねえか。レシピストめっちゃいい。素晴らしい。おすごい合格。おー順位は、順位はともかく勝利のあれはめちゃくちゃ分かりきってことはもう1位です。いいね、コンペットを2つ使うっていいね。潤いとちゃんとさっぱりした、ね、しっとりさっぱり表現しつつ、匂いもしっかり良さを伝えて、はい、しかもあと慎太郎の陽気さがいいよね。そうしっかりここCMっぽい感じ。フレームアウトする時のなんかあったんだっけ。あれかけたわ。あれいいね。あれ好きだ俺。いやーね、オチもしっかりついてるし、あれよかった。これはね、結構評価高いんじゃない。そう、高いんですもん。じゃあ、なんかもう一回で撮ってるよ。はい、ということで次はジェスとコーチのペア。はい、高速道路の ETC でミスターズのと先祖がリップクリームを使ったと。いい感じの仕上がり。いい感じです。いろいろ、いろいろいい感じ。いきます。トン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 。My name is Mr. Stone. Oh my god! 12代目 Mr. Stone か。このレシピストのリップクリーム使ってみろ。これめっちゃいいですね。種類は全4種類。ズドン。素晴らしい。これちょっと期待以上。先祖しっかりやってたな。いやだって先祖の意味が分からないところから始まってる。でもまさかのミスターズドンが12代目だったもん。まさかだったんだよ。ズドンクールだったの思ったよ。そう、ちょっとね、ああいう感じなんだよ。いやでもあの問題のシーンが1個あるじゃん。いやいや、いっちゃいっちゃいっちゃいなんかもう一回見て、あのシーンちょっと見たいんだよね。死亡の顔なのよこれ。もうね、違うんだよ、やりきってるな。もうコーチがリップ
クリームを塗る快感を覚えてる。そうそう、いい勝負なんじゃないかな。そうだ、ね、いいね。でも結構なんか取れるもんなんだね、セレフで。いやでもね、結構今んとこ2組クオリティ高い。僕たちは火山で、ヒーローと敵がボディーローションを使ってて、ちょっと再生します。ここは火山のふもと。よし、くらえ、ローションすべて。鼻がすべてになるぞ。くらえ、うるいローズマリー。汗ばんの子供がいるようになってしまう。どうでしょうかね。ああ、素晴らしい。よかったね。めっちゃ強いな。何なんて、何こもっちゃって、こもっちゃう。ごみしょうですね。ごみしょうもしっかり。全部もう、覚えてないじゃん。なんでないの。もう一回見ると、もう一回見ると、いや、じゃあこれね、2回目から良さな。そうそう、2回目から面白いんだよね。ローションすべて、鼻がすべてになるぞ。ここが話すけどさ、すごいローズマリー。汗ばんの心が入れるようになってしまう。ローションすべて。はい、僕たちは、いや、本当に学園祭レベルで本当にテレビを知ってる人なのかっていう。ちょっと申し訳ないけど、ちょっと壮大になりすぎたかな。なんだろう、これを SNS に上げてる友達がいたら大好きって言ってた。いちゃいちゃは、肌はまだしっかり塗り合う。しかも最後の伸びしろですねに関しては人のやつだから。これは何を紹介したい。お前見ろよ、これしかねえよ。いやいやいや、もうそれもう、あったのこれ。本当だよ、本当だよ、俺しかないよ。はい、ということで、まあ今の3組を皆さんに見ていただいて、この中の2組の良かったところを、発表していただいて、その2組が決勝戦によく仕切れるよ。お前、分かってない。俺も気づいてるよ。この後出番ないから今しないから。はい、ということで、勝ち抜け2組を皆さんに発表していただきます。リップ全然期待しなかったんですけど、おお、素晴らしかった。おー、なので、リップ。いやー、マジでシンペアが1です。はい、ということで、じゃあ次、もう一組は、やっぱ化粧水だよな。化粧水だと思いますよ。これも素晴らしかった。化粧水チーム、はい、俺らやっぱ伸びしろですね。お前何のセンスもなかった。ただ俺一個怖かったのは、怪獣の手だけめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ形再現です。研究した怪獣の手の CM やればいい。はい、ということで、決勝進出は、コーチジェシーペアと北斗シンドペアです。はい、豪華商品かかってるからね。オッケー。戦国時代。おお、いいの。シチュエーションは戦国時代。時代関係ない。日焼け止め、日焼け止め。だからまだ日焼け止めやったチームはいないのかな、今んとこ。犬と猫は日焼けするものなのかな。今毛があるから。いや、でもやっぱずっと外にいるから。じゃあそっち次、ジェシー京本。じゃあジェシー俺は何だ。俺は何だ。センスあったよ、だいぶ。お前のセンスがない。だいぶあったよ。実家のリビングで親もいる中の2人。おー、なるほどね。イチャイチャの、すごいシチュエーションの。イチャイチャのめっちゃ難しい。実家のリビングでで、ゴリラとオランウータン。なんで動物なんだよ。化粧水。はい、ということで、コーチジェシーペアは化粧水を使ってイチャイチャする面白い動画を撮っています。はい、ソファーが多いのが家っぽいから、俺が撮るもん。あ、まあ、入ってた。ちょっとずつ写真も撮っていた。はい、これでサムネいける。はい、ということで、まずは、北斗慎太郎ペアの方の動画から。戦国時代の犬と猫が日焼け止めを使ってちょっとイチャイチャと商品の良さと面白さ。はい、はい、ということで、じゃあ早速見ていただきましょう。ナイスベスト。日焼けの歴史変えてみない。お城は焼けている。これが本能寺の変化。レシピストスーッと広がる日焼け止め。全身に軽やかに広がる。焼けない。これで歴史が変わるぞ。さらっと滑らかタイプもあるよ。
素晴らしい。素晴らしい。なんで演者増えてるの？どうしたこれ演者って捉えるか。だから信長もう生きてないから亡霊みたいな。もうなんか炎上だよ、炎上。炎上してるの普通に。そうそう、炎も出てたし。そう。ちょっとタイガが嫉妬しちゃってる。俺なんかちょっと鏡映したらどいてって言われた。だからこのね、日焼け止めはもう今までの日焼け止め界の歴史を変えるぞっていう。お前歴史変えれる？お前変えれんの？15秒だよ。じゃあお前変えれんの？答えろ。こういう時はもうね、長野さんに長野さんに言う、長野さんに。はい、ということで、じゃあ次、コーチ、ジェスチーム、はい、設定は、家の中で親がいる中の2人、気まずい感じで、オランウータンとゴリ ラ。これ結構どうなるか未知ですけど、うん、じゃあ見ていただきましょう。知らないのに出ててきちゃった。はい、ということで、長野さん、優勝チームの発表お願いします。はい、決勝戦、決勝戦、決勝戦、優勝チームは化粧水を使っていただいたジェシー、コーチ、チドラー。おーイエーイ。レシピストは化粧水を売りたいから来た。商品のだからこれはあれでも優勝できたのよ。そうだからね、2人で化粧水を取り合ってつけ合って肌が良くなるっていうのがちゃんと表現されてたね。だからうまいこと言葉を使わない中でも表現できてた。そうそうそう。ジェシー、コーチペアには優勝商品を。やったー、すげえ。めっちゃ入ってる。さっきの4つのレシピストプラス美容液も。これ美容液、マジ？これ美容液、はい、もうぜひ使ってください。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。イエーイ。長野さん、今の動画を撮影です。ありがとうございます。違うのよ、これみんな見れる。みんな見れる。以上、ストーンズでした。実際やってみてすごかったよね。ね、すごい。いや、そう、本当みんなに使ってもらいたいね。1個目でさ、リップ塗った2人がまだ、そう、まだ口色うるって、すごい、うるうるよ。いい女性になろうね。そう、はい、でも皆さんいろいろ試してみてください。ということで、以上、ストーンズでした。